こんにちは、コミーです。今日も靴下、こちらの本の中の靴下です。かかとまで編みましたスイッチが入ったのがわかるでしょうか。もう全然色合わせとかはしてません。はい、こういう感じで、あとは足首のところを編んで、縁のゴム編みなんですけど、ショートローっていうやり方なんですよね。で、今回この靴下が、まあ私的には初めてですね、このショートローという編み方が。でね、まあ昨日前回にもお話してますけど、最初のつま先では何度もやり直したっていう風にお話してますね。で、つま先やってよし、なんとなく分かったぞってなって、で、かかともまあ同じようなやり方なわけですよ。だから、まあ間を空けなければ、やった、これやった、さっきやったみたいな感じで編めるんですよね。だからね、今回もこれ、つま先からかかと、つま先やった翌日にかかとをやってます。なので、もちろん本見ながら、確認しながら編みましたけど、そうこういう風にやる、こういう風にやるみたいな確認しながらかかとの方はできた感じです。うん、だから、あ、やっぱり間開けちゃいけないよねっていうのを改めて感じたところではあるんですけど、あとはまあやり方を覚えたっていうかな、理解したとしても、まあ、それを綺麗に編んでいくのには、まあちょっと練習というか経験というか、たくさんこなすっていうことが、まあ何でもそうですけどね、手が慣れるというかね、そういうことも考えると、やっぱり数やりたいよねっていう感じです。この色がちょっと分かりにくいんですけどね、やっぱちょっと、これじゃあちょっと分かりにくいですよねあの、がっぽり穴が開いてる感じでもないんですけど、でもやっぱちょっともうちょっとなんとかできそうかもなーっていう気もしなくはなくて、まあ正解がわからないというのもあるんですよ。これでいいのかなっていうのと、あとこの糸の色によってちょっと見え方も違うかもしれないから、うん、だからちょっともうちょっと編んでみたいなって思っている感じです。で、この本をお持ちの方はわかるかもしれないですけど、このショートローの編み方を見るとね、針を2本使って、輪針を2本使って編んでいくんですね。で、なんだけど記憶が曖昧でもないんだけど、この針1本で編んだ気がしたんですよ。もう片方、最初に編んだ方。なぜそう思うかというと、まあいつもだいたい編みかけみたいなものって、私ジップ付きの袋に入っているんですけどね、そこにだいたいがその編むのに使ったものが入ってるんですよ。なのでマーカーだったり、この靴下の場合には別糸で作り目をして、別糸で鎖編みを編んで作り目をするっていうタイプなので、その
別糸の糸、あと鎖編みまでしてあったんですよね。そこからやってなかったんだけど、それも用意してあったし、そんな中で輪針が1本しか入ってなかったから、まあ、多分使わなかったんだなって思って、今回も、2つの針を使わず1本でやりました。かかとを編む時に、まあ他の靴下もそうですよね、甲側を休ませてかかと側だけを編んで往復編みで編んでいくっていうやり方なんだけど、その時にこの1本の針でコード側に甲の方を休ませておいて、でかかとを往復で編んでいくみたいな、だからちょっとなんか窮屈っていうのかな、あの私はそんなに感じなかったですけど、窮屈に感じる人は窮屈に感じるかもしれないみたいな方法で編みました。2本でやった方がまあ引っ張られないでっていうのかな、かかとと甲とも別々の針にしてしまった方が変な制限がなく針を動かせるっていう意味ではね、2本の方がいいとは思いますけど、そんな風にしました。で、そうね、これ前回もう片方編んでる時にも確か感じたんだと思うんですけど、そのかかとなりつま先なりをする時に掛け目をした目を拾うみたいなところがあるんですけど、それのその糸を拾う時に、あ、このね、糸の色もあるのかもしれないんですけど、焦点がなかなか合わなくて目の事情ですよね、要はびっくりしたんですよ自分で、えみたいな。ちょっと飲み物いきます。今日のコールドカップ、マンゴーカルピス。撮影中も、まあ物によってはですけど、メガネを外してます。メガネは禁止のメガネなんですけど、まあ、老眼もあるから、度は弱めにしてあります。あの、手元も見やすいようにね。なんだけど、撮影の時にはメガネを外して、自分の目をなるべくこの編み目、針先のところに焦点が合うところに自分の顔を持っていって、でなおかつカメラの画面も見れるようなところに自分の目を持っていくんですけどね。でカメラないところでこの靴下を編んでいる場合にはもうカメラの位置とか関係なく、自分が見やすい場所にこの針先だったり自分の目だったりを持っていけるんですけど、その掛け目をした糸を拾うっていう時に近づけても離しても、メガネはもちろん外した状態で焦点を合わせようとしてこうやって目に近づけたり離したりとかしてみたんだけど、あれ？どこにも合わないみたいな焦点が合わないみたいな、そんな感覚を感じて、わあ、これ進んでんだなっていうか、まあ、最初にそれを感じたっていうのがコンタクトしてた時なんですよね。コンタクトしてた時にスーパーで食品の裏側にあるこう文字ですよね、小さい文字、それを見ようとしてぼやけて見えなくて、あれ、なん、私具合悪いの目がどうしちゃったのみたいに思っていたんですけど、まあ家に帰ってみてコンタクト外してみたいなことをやって、あ、老眼かみたいな、一番最初の発見はそんなところからだったんですけど、見えないって困るんだなってその時思ったんですよ。外で急にだったから老眼鏡ももちろん持ってなかったし、
で、その後仕事でコンタクトをしていたから外で外すわけにもいかなくて100均の老眼鏡を買ったっていうことがあったんですよ。だからコンタクトしてるときはもうそれで対応するしかなくて、でその後どうしてもじゃないとき以外はコンタクトはしなくなったんですよね。でそうすることでメガネを外せば見える場所に自分の目なりその対象物なりを持ってくればピントが合わせられるっていうのが分かってそうしていたんですけど、いやとうとう裸眼でもピントが合わなくなるということを体験するっていうね、そうかっていうことをちょっと感じたりして、まだあんまりだからそういうことがあまりないんですよ。だからこの靴下のその欠け目を拾うというところで来たーみたいな一段階進んでるわーみたいな、そんなことがあって、まあちょっとメガネを、作り変える、まあなんかまあそういう変化の時なのかもしれないですね。ねえ、でも前にもねこういう話ってしたことあると思うけど、全然私より先輩の方で、でもちろんメガネを駆使してこうやって編み物だったりもっと細かいものだったりを楽しんでる方っていうのはたくさんいらっしゃってね、ほんとすごいなーって思いますね。見えてたものが見えなくなるっていうのがすごくこうストレスというか、やっぱり一手間かかるんですよね、見えないっていうだけで。でできてたことができなくなるって結構ストレスですよね。最初からできないならまだしも、できてたものが同じようにしてるのにできなくなるっていうのは、やっぱり自分でそこをなんか違う方法を見つけたりとか対処法を考えていくっていうことがあるから、慣れるまでね大変だったりってこともあるんだろうなって思うと、それでもまあその変化の時にはすごく苦労して慣れていったのかもしれないですけど、まあそこを乗り越えて楽しみ続けているっていう姿勢はね、私がそういうふうにできるかわからないけど、そういうのを、そういう方たちを知るとね、言い訳にはならないなと思ったんです。目が見えないからっていう、まあ、あれですよね。その、自分の体の変化を受け入れて、まあ、その体に合った、方法を見つけて楽しんでいくっていうことが、ちょっと耐えられないとか、そういう苦労はちょっとしたくない。だから、この趣味はやめて違う趣味にします。っていうのももちろん選択の一つだと思うので、絶対乗り越えなきゃいけないわけじゃないけど、なんか、ね、私は靴下編みたいから、編んでいきたいと思っているから、その目が見えなくなってきたから、老眼が進んできたから靴下編めないっていう言い訳はそうできないなーって思っているんですよね。見えなくなってきた目がね進行しているんだったら、まあそれを編めるように、編みやすく、自分が編みやすくなるように、まあメガネを変えるなり、明るい時間だけ編むようにするなり、なんかやり方をね、自分に合ったやり方を見つけて、編むみたいなことっていうのをしていきたいなと今は思ってます。そういう先輩方を見て、それを言い訳にしちゃいかんなって思っていたからね。そうだから、そうなるとね、糸の色とかも
目に優しい色を選ぶとか、そういうことも出てくるのかもしれないですね。うん、まあこれは目に限った話でもないですよね。いろんなことがその体の変化に伴ってこう生活スタイルを変えていくっていうことはあるんだろうなーって思いますよね。で、それは別に悪いことでもないんでしょうね、きっとね。あの、若い時こうだったけど今できなくなっちゃったみたいなことって、若いのがいいわけではないっていう、その時々その年相応っていう言い方もなんかちょっと変だけど、その時その時で自分に合ったやり方、自分に合った生活スタイルっていうのをね、見つけていけばいいだけで、昔のように今したからって今楽しめるかっていうとまたそれは違う話かなと思うし、うん、まあこれはまた自分に話してますよ。あの誰かに言ってるみたいに聞こえますけど、自分に言ってます。今の自分の状況、環境、状態、いろんなものを、自分でちゃんとよく見て自分をよく見て、今どんなことをしていると楽しいのかなとかね、そういうこととかも考えながらやりましょうみたいな、そんなことですね。そうだから、やっぱ靴下編みたいんだよねって思って、靴下編んでみて、おっと老眼進んでるぜって思って、じゃあどうしようかっていう、まあそういうところとかもこう課題ですね、これからね。ということで、ちょっと靴下続きましたがね、あの、そうなんです、改めて自分が何を編みたいのかっていうことを蹴飛ばさないでくださいを考えた、そして靴下を編んでいるというここのところでございます。はい、ということで、かかとが終わったので、もうあとは本当に増減なしで、まあいいや、それはまた動画に出るか、もしくは編み終わりましたという報告かわからないですけど、とりあえずかかとが終わったよということで、はい、レインさんも来たのでおしまいにしたいと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。